はいどうも皆さんこんにちは。今日は2021年12月の6日月曜日でございます。久しぶりの雨でございますね。名古屋は明日も雨の予報でございます。そうなるとこのようなピンボケが多発してちょっとね、どういう風なね、何が疲れてるかとかわからないような感じかもしれませんね。亡き1号については2両編成でございますね。予想通りでございます。まあまあこれぐらいの乗車率であればちょうどいい感じなのかなって感じです。もうあとどうですか、10人か20人乗ればね、多分増結になるのかなっていうところでございます。さあちょっとね、雨で分かりませんが、変化がないんじゃないかなっていう感じでね、ちょっとね、並べ方とかも見ても変化はないのかなって感じでございます。さあ、本日の南紀3号も2両編成でございますので、オール2両更新中ということで、ちょうど1週間経過ですね。先週の火曜日からずっとオール2両が続いておりますので、ね、いつまで続くか、年末の増結ですね、年末年始の増結の時までこれが続くかもしれませんね。しばらく2両編成ずっとなかったんですがね、ここ最近ずっと2両編成でございますので、ね、どうなることやらっていう形でございます。さあ名古屋に到着しましたが、ここでフルトリックは出発が遅れておりました。特急2号5号フリア古川駅です。先ほど新幹線快速列車は名古屋駅を発車いたしました。特急2号信号がありますと急に発車をいたします。お客様は車内でお待ちください。特急2号は信号が変わりますと急に発車をいたします。お客様は車内でお待ちください。さあ先行している新快速の大垣行きですね、それがねちょっと出発を遅れていますので、その影響で北高もし発がちょっと遅れているような感じでございますね。ということで今日は南紀号がもう到着をしてしまっています。出発する前に南紀号が到着してますのでね、はい、このような形ですね。しかもヘッドライトとかケースで快速表示まで行き始めているような、そんな感じでございますね。でここが、かろうじて南紀この2号よりも先に出発というような形になりました。正直どっちが先に出発するかなっていうところはね、微妙だったんですね。この後すぐにでも南紀も出発するんですけど、出発っても名古屋の車両に改装ですけどね、それで出発をしてみました。さあこちらですね、もうあれなんですよね、この車番をこういうこと撮ってる暇がなくて、ちょっとこんな形の出発ですね。こちらも LED でね、走るの1か2かっていうことでね、今日ね、先ほど1号が2を使ってたんで、ね、消去法で行くとこちらが1号の1という形でございますね。さあ、このまますぐにスタートではなくて、ここで一旦停車してからですね、車両をここへ行くというような形でね、規則が決まっているという形でございますので、ね、いつも一旦停止をしていきます。さあ、3号でちょっとね、今日はね、入線のシーンだということであります。茶番席でございます。2号車指定席は足元の黄色の数字10番の位置でお待ちください。2号車指定席は黄色の数字10番の位置でお待ちください。特急南紀号には車内販売がございません。あらかじめホームでお買い求めの上ご乗車ください。さあそのところでね、南紀の3号ですね、これ3号が到着です。これで動画終了でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお願いいたします。さよなら。